こちらはですね、プジョーの試乗会を終えて、ポルシェのタルガ 4&4S の試乗会に来ました。じゃあ早速これから乗ってみたいと思います。今、運転している車は、タルガ4、S が付いてない方のモデルですね。S が付いてないということはですね、 3.6 リッターのエンジンで325馬力を発生している、方です。乗り心地がむちゃくちゃいい、今まで乗ったですね、997の中で多分ベスト、そう言えるぐらいのですね、乗り心地の良さがあって、非常にコンフォータブルな車になってます。タルガになるにあたってですね、要するに上がグラスルーフになるわけですけれども、サスペンションを専用チューニングしたっていうことなんですね。それがポイントになっていて、バネの方をですね、クーペに対して柔らかく設定して、ダンパーの方をちょっとだけ柔らかくした。さらにスタビライザーは逆にですね、硬くしてロールを抑えるということですね。結果、911、997モデルでの、僕の中ではですね、最上の乗り心地を持つ車になっているように感じます。で、屋根がグラスルーフで1.5 平方メートルとですね、こう巨大なサンルーフと思っていただければいいんですけれども、それにすることによってですね、クーペとですね、ボディ剛性とかも当然変わってくると思うんですが、全くその影響はないですし、非常に今静かな状態、風切り音が若干クーペよりはやっぱ高いかなっていう感じがあるぐらいで、本当に全然変わらない感じですね。で、まあせっかくタルガに乗ってるわけですから、ちょっと操作してみたいと思うんですけれども、この、スイッチをですね、後ろに下げるだけでですね、ラインが下がって、はい、これで非常に何て言うんでしょう、爽やかな、オープンエアモーターリングが楽しめる、そういう風になっています。ディフレクターがちゃんとこうしっかり出てるんで、巻き込みとかは全然全くないですし、非常にこう、なんていうんでしょう、クーペと同じ感覚で屋根が開いている、こういう感じが非常に好ましいですね。閉めればクーペに部屋が、そんな感じですね。本当にタルガはすごいなと思うのはですね、例えばその911のクーペ以外の車を買うっていう時にですね、一番最初に入るその選択肢っていうのはカブリオレだと思うんですね。カブリオレを買わずしてですね、あえてこのタルガを選ぶっていうのがですね、非常にこうなんかポルシェ2だし、お金もなきゃ買えない車なんで、そういう意味でですね、これ乗ってるっていうことは非常にもうそれだけでかっこいい人なんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみに、値段で言ってもですね、カブリオレよりも値段は上に位置するわけですから、本当にこうお金がしっかりないとダメですし、かつタルガっていうモデルは1965年のフランクフルトモーターショーで発表されて以来ですね、ポルシェがそのずっとラインナップしてきたモデルで、非常に伝統あるモデルなんですね。で、当時とは当然屋根の開き方とかそういうものも異なりましたし、997の時に初めてグラスルーフをこう備えたことによってですね、新しい車になったわけですけれども、非常にこうなんか伝統も感じられる。それでいてですね、実は実用性が高いんですね。リアのハッチがですね、タルガになるとこう開けることができるんですね。普通の911はできないんですけれども、そうすることでアクセス性もすごく良くなるんで、例えばゴルフ関係でですね、ゴルフやってる方とかですね、非常に重宝するんじゃないかなというふうに思うんですよね。僕も911乗っていてですね、一番ゴルフに行って困るのは、ゴルフバッグを積んでてですね、こうゴルフ場のエントランスに着くと、ゴルフ場の人がこうゴルフバッグを取りに来てくれるんですけれども、その時もどうしたらいいか向こうはやっぱ分からないんですよね。そんな時にですね、ボタン一つでカチッとですね、後ろを開けて開けることができれば、ちゃんとこう持っていただけるかなというふうにも思うし、実際クーペの、911だと自分で降りて後ろからよいしょとかいうふうに出してですね、やらなきゃいけないんで、まあそういうところでもですね、意外に実用性も高い、そういう感じがします。まあ、何はともあれ911の中では非常にエクスクルーシブな車で、そういうところがですね、非常に魅力的に映るんじゃないかなというふうに思います。ちなみに台数でいうと、911の 10% あ、じゃない 5% ですね、 5% しか、この車はないわけですから、本当にカブリオレとかですね、ターボ1もですね、希少性の高い、非常
常にエクスクルーシブな911だというふうに言うことができると思います。ちなみに、ドライブトレイン関係はですね、あのノーマルとか、カネライスとかですね、それに準じるもので変わってないんですけれども、やっぱ気持ちいいですね。今この試乗場所はですね、ポルトガルの、ファーロというところなんですけれども、もうね本当にポルシェを走らせるためにある場所だなという気がしています。非常に高いスピードで気持ちよくこの晴天の中を走ることができるし、今回はなおかつですね、あのタルガのオープンエアモータリングを楽しめるということで、あの僕も本当にこの試乗会に来てよかったなというふうに思います。はい、やっぱり911はいいですね。今回車ももちろん最高のスポーツカーですね、シチュエーションが非常に良かったですね。ポルトガルの、なんていうんでしょう、こう高速なですね、ワインディングもあり、高速道路もあり、まあ、非常にペースも高くて、一生懸命ついていかないと結構遅れちゃうなという感じだったんですけれども、そういう中でやっぱり911を走らせて本当にやっぱり車が生きてるなという感じがしました。で改めてですね、こう自動車を走らせることの喜びみたいなものも痛感した次第です。タルガというのはですね、非常に特殊な車でですね、非常に少ない希少価値のある車ですけれども、そういう車でもやっぱりその911のですねらしさが残ってますし、なおかつそこに、非常にこうなんて言うんでしょう、存在感のある、差別化を図られたですね内容が伴っていて、非常にいい車だなというふうに思いました。はい、you